どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、トレーニングって必要なくないですか？はい、トレーニングが必要ない、まあ、でもそう感じることって確かにあるんじゃないかなと思っていて、確かにお座りとか、ね、伏せとかが、ね、できたからどうかっていうのを考えていくと、まあ、それがイコールいい子ではないよねっていう考え方だったりとか、あとは、ね、まあ、動物病院さんとか、ね、行ったりすることはもちろん絶対必要だし、トリミングも大事だしっていうところを見ていくと、トレーニングって確かに、ね、優先順位って下になってくるんですけども、それでも、ね、必要な部分ってあるんじゃないかなって私は思っております。はい、お座りや伏せができなくても困らないですよね。そこですよね、まあ、お座りとか伏せができなくても、まあ、困らないっていうのは事実あるんじゃないかなと思っていて、でただね、ただ単にワンちゃんと遊ぶ中で、あ、いい子だね、いい子だねって言ってる中で、やっぱり大事なことって、どうしても人と一緒に暮らしてると、ワンちゃんたちもね、なんかこうしてほしくない行動って出てきちゃうんだけども、それをした時にどうするかっていうよりは、何かできた時に褒めてあげた方が私たち的にもいいじゃないですか、気持ち的にも。なので基本的には、例えば、はい、おいで、お座り、お座りできるかな、まだ練習中なんだよね、お座り、よしみたいにしてあげると、ね、ワンちゃんたちからしてもいいコミュニケーションじゃないですか。で、あんまりなんか人がワンちゃんと1対1で見て何かするっていうことってあんまりないんじゃないかなと思っていて、お座り、ね、なのでこういう時になんかそういうコミュニケーション、いい子だね、いい子だね、なんかこういうコミュニケーションって取れるといいかなって思うのと、あとやっぱりどこかのタイミングで人の言うことを聞いてほしい時ってあると思うんですよ。別にお座りとか伏せに限ったことじゃなくって、呼んだら来てもらうようにするとかね、何かの時に、それが例えばね、お散歩中にリードが外れちゃったりとか、ね、あとは、お家のドア開けたらたまたまたたって出ちゃったりとか、そういう場面でもね、使えたりすることって多いんじゃないかなと思っていて、いざっていう時だけ何とかしようっていうのは非常に難しいと思っていて、お家の中でも何かするときにいいコミュニケーションになるっていうのももちろんあるし、あとはもう一つ、そういう場面ではワンちゃんのことを守ってあげることにも私は直接つながっていくんじゃないかなと思っていて、呼んだら帰ってこれるとか、座ってたら褒めてもらえるとか、なんかしたら褒めてもらえるっていう方が私はいいんじゃないかなって思っていて、これがもしね、なくなってくると、なかなか、じゃあワンちゃんと、まあ、ボールで遊んであげるとかなんかすることはあっても、なんか面と向かって何かやるっていう時間ってあんまり取れないことが多いんじゃないかなと思うので、せっかくワンちゃん迎えたら、やっぱり自分だけを見てもらってる、一緒に何かしてるよねっていう時間は大事なんじゃないかなと思うので、コミュニケーションの一環としてお座りとか伏せっていうのはできたらいいかなと思うのと、あとやっぱり何かの時にちょっと待ってくれたりとか、呼んだら来るとかっていうことを教えていこうってなった時に、なんかその練習だけひたすらしてても飽きちゃうよねっていうところで、ちょこっといろんなバリエーション入れてあげたりすると、ワンちゃんたちも楽しくやることができるんじゃないかなと思うので、トレーニングがね、必要か必要じゃないかって言ったら、そのお座りとか伏せを教えることがメインっていう考え方をするとちょっと違うのかもしれないけども、あくまでもワンちゃんとのコミュニケーションを取る手段としてトレーニングっていうのは私は必要なんじゃないかなと思ってますので、ぜひですね、皆さんも遊びの中でいろんなことを教えてあげて、お手とかおかわりとかね、できたから何があるのって、別にお手おかわりできたから何があるのって言われると何もないんだけども、でもなんかそれで褒めてあげたりとか、一緒になんかやれたりとか、楽しいねっていう時間が共有できたらすごい素敵じゃないですか。ぜひね、初めてのトレーニング通う時にも教える必要性がないよって思ってる方も、一回やってみるってすごい大事で、やってみて、あ、なんかうちの子もしくは自分に合わない、必要ないかなと思えば、まあ、やらなくてもいいんじゃないかなと思うし、一回やってみて必要だなって感じていただければ、やっていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、もちろんね、ワンちゃんもね、人もそうですけど、楽しいと思うことも性格もそれぞれなので、ただね、一番大事なことっていうのは、やっぱりいざっていう時だけ聞いてほしいとか、あとはね、言うこと聞かなくてついついワンちゃんに対して厳しくなっちゃう時には、何しちゃダメより何していいかを教えた方が早いことって多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、トレーニング遊び感覚からで構いません。別にね、きつくやっていくとかね、大会に出るわけじゃなければ、何かがねピシッとできなきゃってこともないので、ぜひね、遊びでやってあげるところからいろんなことを教えてあげて、トレーニングの楽しさ、またワンちゃんの生活の安全性の向上ですね、一緒に測ってみてはいかがでしょうか。